太陽に向かって花を咲かせるひまわり。季節外れのひまわりが咲いているのは土佐市出間地区です。このひまわりは地元の川沢俊興さんが稲刈りが終わった後の田んぼを華やかに彩ろうと20年ほど前から育てています。今年も8月の半ばにおよそ2ヘクタールの田んぼに65万個のひまわりの種を植えました。しかし咲いたのはわずか3万本ほど。長雨が続いたことで日照不足となり背が伸びず、花もあまり大きくはなりませんでした。例年ならご覧のように60万本ほどが大輪を咲かせます。10月末にはイベントが開かれ2000人ほどが訪れていたのですが、今年は思うように咲かなかったため中止となりました。ひまわりは不作でしたが、その近くには凛と咲くコスモスが。夏の花と秋の花を同時に楽しむことができるようになっています。今日の県内は秋晴れとなり、四万十市中村では 24.2 度を記録するなど夏日一歩手前のところもありました。訪れた人は秋の青空をバックに花たちを写真に収めていました。綺麗ですね。なんかやっぱり今年はコロナがありまして、いろいろなもんが中止になったりしまして、それけどやっぱりこうやって来てやっぱり花見たらホッとしますし、良かったです。来てどれでもこう、あ、勇気が与えられるとか元気になってもらえるんでしたら、こっちも嬉しいし喜んで、また来年また今度で咲かせてみたいなと種をまくことを考えてます。ひまわりとコスモスの見ごろは今週いっぱい続きます。